A-A-A-Z-B進行中、それはステレオトークと陰謀論、知らないらし、知りたいなら聞きないよ。 KZB in the house tonight。 まあ、もうジェフはリティ、グランパスはリネカー、みんなこう、なんていうの、将軍制度みたいな。でもよう考えたらリティってサイドアタッカーやからなんかちょっとちゃうんですよ。いやけどこう、やっぱだいぶ盛り上がってん、大エースもジーコとかと同じ並びみたいな。ひょっとしたらそういう分かりやすさみたいなのがアメリカ人は好きなんかもね。あ、好きだと思いますね。で、当時の J リーグ出来たての日本も絶対そうやん、うん、野球の飲み店やから、うん、エースと4番が誰かっていうのを頭に入れると4番は作りたがってると思いますね、うんうん。そしたらやっぱ攻撃の選手が人気があるって感じ。そうです、ね、とかこう拍手が起きるというか、うん、盛り上がるのは例えば綺麗なサイドチェンジしてもするぐらいやったら点取った方が盛り上がったりする。まあ、それはそうですね、うん、もちろん。じゃあアメリカサッカーはこうディフェンスラインが育つことは当分なさそう。当分ないですね。アメリカ代表が強くなることはもしかしたらあるかもしれないですけど、うん、メジャーリーグサッカーでそのヨーロッパレベルのサッカーが見れるのはないんじゃないかな。ああ、うん、だからもうそこで言うとあるのかね、そのでもそういう側面もあるけど、うん、サッカー自体はすげえプレー人口は多いわけよアメリカは、はい、もう1番目とか2番目とか、うん、まあ、基礎的に、まあ、ほらほんで向こうの部活っていうかあれは一つのスポーツできへんから、うん、絶対みんな経由してるんだろうけど、そこの面でこう底を上げされていくのか、まあ、でもアメリカの場合はさ、例えば白人の人数が減ってるとか政権がどうとか、うん、で地区によって全然違う、アイスホッケーしかない地区もあるし、うん、だからそこで言うとこう盛り上げるみたいなのはその外資というか、例えばベッカムみたいな人とかルーニーとかね、うん、ああいう人らで盛り上げるっていうのがやっぱベースになると思うんだけど、はい、そこでなんかあれやろ、そのベッカムがなんかこう球団買収というか、そうですね、うん、新規参入、新規参入メジャーリーグサッカー、これ孫正義さんも出資してるみたいな、うん、この辺がね日本と関わりが強いやんか、はい、孫正義アビスパとかにお金か払わへん。本当ですか。ホークスありますか。まあ、ホークスあるし、あの隣にジャパネットおるし、別に線じゃないかって感じ。でもそのそもそもなんでその向こうに出資するよね。なんかこう狙い目があるんかな。ああ、多分サッカーと関係ないところでじゃないですか。うん、テレビとかはそのスポーツバー以外でもやってるわけ。このあでもそうか、地上波制じゃないもんな、向こう、はい、でも何でしたっけ、 ESPC なんかありますよ、ね、ESPN ESPN か、うん、の緑の、うん、あのチャンネルで独占放送みたいなのしましたよ、ね、ヤークシル、僕がアナハイムでトラブったホテルうん、結構じゃあスタジアム内は治安はいいってことよね、その持ち込みとか。治安はいいですね、あの変なメキシコ人を登ってですし、スタグルもめっちゃ美味しいです。何があんの向こうの方やったら。でもあれか、普通というかそのさっきなんか言ったやんか、デニーズショーがデニーズありますね。デニーズ多分スポンサーに入ってて、デニーズくんがハーフタイムに出てきて。デニーズくんって誰なの。見たことないですか。見たことない。デニーズくんじゃないですか。デニーズくんは日本にもおんの。いや、わかんないですデニーズ君が出てくるね、なんかパンケーキに顔がついてますパンケーキが歩いてきて、うん、で、その取り合うんですよ、ベーコンとエッグを、うん、はいはい、それはマジのっていうか、そのぬいぐるみみたいなやつを、え？そのマジのベーコンとかってこと。いやいやいや、でっかいやつです。でっかいやつね、はい。え、これいります、この話。いやでもその差が分からへん。え他の国とで、そういうなんかこうデニーズくんのハーフタイムショーっていうの。あ、そうですね、ハーフタイムショーあって、うん、で、そういえばあれです、入場の時にそれこそデニーズの割引券とかもある。へえー、じゃあそういう意味ではあれなんかね。しかも LA 限定なんですよ。結構動員させようっていう努力はしてるってことしてますね。ですし、なんか多分来てる人たちは毎週来てる感じですね。
ああそう、駐車場にキャンプみたいにできるとこあって、うん、試合前にみんななんかあのバーベキューしてるんですよ。はいはいはい、はい、だったりとか。アメリカってああそうか、 DJ ブースもありますし、そのスタグルの間に DJ ブース、うん、本当に DJ さんがいて回してたりとか、うん、はいはい、あとバンドで、うんうん、そのショーするところが、 それはもうオフィシャルでってことで勝手にやってるわけじゃないですか。違いますよ、あのスタジアムの中でです。はい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 、ですし、もう盛り上がるぐるっと一周、うん、どっから出てもすぐちゃんとしたお店が食べれます。でもそこだけで言ったら J リーグより発展してるかもね。なんか楽しませるっていう意味では、うん、そうですね。まあでもそうなってきたら、まあこの間までサンフレッチェにいた工藤とか元レイソルの、うん、で小林大吾とかも言ってたっけ。言ってましたね、大宮の、うん、まあそういうので考えたら、このね、さっきも言ったように、この主役というか4番、エースで4番みたいなのが好まれる傾向にあるとしたら、うん、こう J リーグでくすぶってる天才たちいるやん、うん、あの人が行ったら割と人気者になれるかもしれないね。なれると思います。日本人が多い地域、ユベントスでいうジョビンコみたいなポジションの日本人選手って多分結構いると思う、うん、まあ、大前やろ大前結構頑張ってますけどね。でも太りすぎやで、ね、あと柿谷、あと誰がおる、大津とかはちょっとちゃうか、もうちょっとバカプレイヤーの方がいいね。バカプレイヤーっていうかバカテクプレイヤーの、もっとテクニシャンで、も文字若かったら俊介、小野伸二とかも全然ありと、ありですね、うん、俊介多分コミュ力ないんだよな、ついてない気がするだからこう、まあ宇佐美、うん、宇佐美なんか超上げてて、その忘れられたって言ったらあれやけど、うん、その局面で活躍できる選手とかいいと思いますよ、柿谷、うん、とか宇佐美とか。なんかそういう風に見たら、例えばこうその今やってるチームとかリーグの戦術っていうか戦い方にアジャストせえへん人らとかが結構行った方がいいかもしれない。給料もそんな悪くないの、うん、サラリーキャップ制やけどゲストプレイヤー制やってんねんやったっけ。3人ぐらいまでは結構金払ってみたいな。あ、外国人枠とかも面白いですよ、ここならでは。何なんで、どういうこと。8人とかまでいけるんですけど、うん、僕が調べた時でも変わってたらあれなんですけど、うん、8人の中の1人とか売れるんですよ、外国人枠、他のチームに、はい、おドラフトの権利を売ったり買ったりみたいな流れ、ノリで外国人枠を売買できて、それはアメリカ人っぽいなとか。でカナダのチームはカナダ人は外国籍じゃないですけど、うん、自国は分かる。でも、アメリカ国内のチームはカナダ人は外国人、はいドラフトですしね、そもそもが。ああそうかそうか、大学からの。なんかあるよね、その多民族国家で、まあ言って、まあ、国でやって国じゃないやんか、うん、でも地域によってまたやるサッカーも、うん、地域によってやるサッカーも全然違ったりもするのかな。僕なんかウエストカンパニーとイーストで多分分かれてるんですけど、うん、あのセリーグパリーグっていうか、はい、多分広いんで移動できないんですよ、うん、広すぎて。僕はその LA のチームしか見てないんで分かんないんですけど、うん、どうなんですか、ね、なさそうですけどアホはアホかもしれない、うん、もしかしたら寒いところはとか暑いところはあるかもしれないですけど。でもあれよね、そういうの考えたらこの今やってるさ、ゴーホームエースウエストも、うん、あのもうちょいというかバカ戦術やってもええかなってちょっと思う。バカというかキャラが立ったことをやりたい、うん、例えば今あの登録メンバーにはおらんけど住職の人住職の人はあの体中にあの念仏書いて、うん、耳なし法事みたいな感じで試合に出ると、うん、だって念仏書いたらあかんっていうルールないやん、うん、ないですそれこそ背中に置くラジオネームとか入れてほしいですよ。ああ。なんかアメリカのエンターテインメントもうハーフタイムショーとかやってほしいです。ああ、ええよ勝手に、うん、あれ流しましょう、はい、特にあの、なんかマネージャーみたいなことをしてくれるなんかかんなってやつがあるんだけど、テーマの歌ってる。そうそうそう、はい、そいつこの間あの京セラドームでオリックス対ホークスの試合前に国歌斉唱歌ってて、うん、やりましょう、うん、勝手に
国家斉唱しましょう。だからメジャーリーグサッカーをね、なんかどうにかして見たいなと思うんです。その、あ、懐かしいっていうか、お前そこにおったんかみたいな人が生き生きやってるってこと。逆に言うと、そうです、おっさんとかが。あれ、うん、パラグアイかどっかのロデイロ、こ、うん、の前来てたかな、うん、って選手がいて、相手チームにいたんですけど、うん、シアトルかどっかに。それ、あの、ミッコリって言われますか。あ、ミッコリ、はい、ミッコリみたいなプレーしました。あ、へぇ、ミッコリってあれやろ、なんかこうダルマみたいなやつやろ。そうです、そうです。ペルージャかな。はい、ミッコリとか活躍、ミッコリとか、うん、ジョリンコみたいなのは活躍できると思います。はいはいはい。じゃあもうその辺の人らが、まあ、行ってる時とかは注意して見てたら、このなんていうか、うん、本来のポテンシャルを発揮してる可能性がある。そうですね、うん、ウィルとかもやっぱそのちょっと取ったぐらいが面白いじゃないですか。初期メンバーちょい残るぐらいが、うん、あの感じが楽しみます。あのガタガタな感じ、はい、いやでもね、なかなかね、アメリカメジャーリーグサッカーについてはね、情報がなかったから、うん、このようにね、現地に行った人に聞くのが早いという2試合しか見てない。まあお土産もいただいて、はい、まあ、こんな感じで他の人が全然しないようなことをね、うん、もうこの年末は東南アジアリーグに行くから、うん、あとは何があるかね。アフリカ、アフリカリーグは分からんな今ね。僕 の、うん、あの地元が一緒のあの人が言ってます。マリノスから行った、中町さん。中町さん、うん、すごいよね、ザンビア行ってめっちゃ黒くなってました。現地人みたいな感じ。ザンビアなんて、あの一説にはこの地雷が世界で一番多い国とか言われてる、ね、まあね、その世界中でやってる人とかね、うん、ああそうそう、なんか俺なんかもらったファイルがこっちのスマホでなぜか開けんあ、本当ですか、うん、普通に文字で送ってもらえないですか。あ、やんだよ。あ、トイレが綺麗だし、いい匂いがするって書いてます。Wi-Fi がかなりちゃんと飛んでる、ね、うん、軍隊お疲れ式みたいなのやってる。あ、なんかあの映像で見たわ。あのよく YouTube で感動の再会みたいな、はい、アフガン帰りのお父さんが娘に内緒で軍服着て帰ってきてる、ダーディーっていうやつがあるんだけど、それを丸々やってた。めっちゃ盛り上がります。試合より盛り上がる。だからやっぱかなりもう詰め込むだけ詰め込んでんねんな、うん、あと見せるってい う、うん、いうその意識やっぱ強いんで、うん、両方ともサッカー専用スタジアムでしょ、スイタみたいな、すごい近く、 あれ一番後ろの席なんですよ、取ってきた。なんですけどそれでもあの近さで、うん、PK とかでも表情見えるぐらいの近さなんで、はいはい、見やすいですね。まあね、アメリカやったらどこ行くこともあるやろうし、うん、行った先に大体サッカーチームありそうやし、ね、その主要都市に大体あるから、ね、はい、まあ、チャンスがあればね、まあ、僕も見に行こうと思いますので、皆さんもね、見に行っていただいて、どうやったっていうのも、またこの国島ベースに来ていただいたら僕に教えてるので。日本人家族も来てましたよ、一組。ああ、お客で、はい、なんか向こうのスタジアム自体結構行ったら一日楽しめるような工夫がいろいろしてあって、うん、なんで、ちなみにいくらぐらいなんですか、あの入場料とか。で一番安い席で入ったんですけど、うん、それが4000円、4500円ぐらいなんですけど、なんか公式サイトで見ても値段がコロコロ変わってたりして、あ、でロサンゼルスダービーちょうどやってて、それはもう売り切れてましたね。プレミア価格ついて2万5000円ぐらい。ってなったらやっぱ人気はあんねんな、うん、数万人は入んねんろ、スタジアム2万5000円ぐらい入ると思います。いやまあ、次ね、J リーグから誰が行くかと注目しながら、うん、それこそメジャーリーグサッカー入れましょう、連れてきましょう、ここに、はい。なんかアメリカ帰りのやつとか追ってほしいな、うん、帰国子女、片言のやつとか。天才ハッカーみたいなのも欲しい。 VAR？ だからね、まあだからそれちょっとだからメジャーリーグサッカー見て勉強するわ、うん、こういうキャラが欲しいみたいな。だキャラ立ちはすごいしてるかも、うん、あとオールスター戦あるんだよ、こう。ああ、はいはいはい、うん、あヨーロッパとかもやればね、J リーグも昔やっててんけどな。ジョモですね、ジョモ。長瀬がたまにバッチョ来たりする。へえ、韓国選抜とかとも戦ってますし、日本で K リーグ選抜とか。ああ、
そういうのをね、ちょっとこう、でもどこで、日本で見れるんかな、ハイライトとかは各チーム上げてますけど、ああ、チームの動画サイトで、うん、でもゴールシーン以外見るとこないですよ。そう、なんかヨーロッパサッカーをなんかハイライトだけ見てるやつは二流みたいな、うん、アメリカメジャーリーグサッカーもハイライトだけで全然一流。他ミスってるところが多いんで結構。ああ、大味なんやね多分。そうだ、うん、大味というか一か八かなことをめっちゃしそうな気味ですよ。今でもアメリカ代表はそんなに弱くないか、相変わらずプリシッチがいますね。ああはい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 。あと LAFC の7番のちっちゃい黒人の選手いたんですよ、うん、アメリカ人。その人結構うまかったんで、もしかしたらヨーロッパ行くかもしれない、うんうんうん、なんでおって思う選手はいました、アメリカ人で。あ、だからもうちょっと原石がいっぱいおるとも考えれるし、うん、ヨーロッパで、まあ、セミリタイヤというかそんな感じも人もおるし、流れ流れてやってきたパナマ人とかも絶対おる。はい、ヒゲもじゃもじゃの。そうか、その辺をでも見とったらあれね、ワールドカップ見るときとか楽しいよね、クラブは。絶対楽しいと思います、ワールドカップ。あん時のあいつやん、うんうん、なんかあるよね、そんで、ほら、クォーターバックってかっこいいやん。かっこいいです。あんな感じの選手もいそうよね、ピルロ的な、うん、この司令塔というか、バカを走らすアンカーの選手とかもアメリカとかで出てきそうな気がする、うん、今後。ドノバンとかあの辺はやっぱちょっとアタッカー要素が強い。ブラッドリーがでも多少そうか、息子の方が、うん、お父さん監督やってましたね、うん、ギャラクシー。息子が超ハゲてんねんって言ってる。あとアメリカって誰が、あ、でもハーグリーブスとか、 あれはカナダ出身か、はい、イングランド、うん、デンプシーがいました。あ、はいはい、デンプシーもメジャーリーグでやってるのか、まだやってんのかな、運転してない。やっぱそれ、なんかアメリカ人寿命長い気がするんだよ。アドゥーとか。アドゥーとか、アドゥー早かっただけ。あ、キーパーはあのエバートンのキーパー、エバートンのキーパー、ハワード、ハワード、うん、クザンとかいましたよ。ああ、はあはあはあ。まあそんな感じでね、今からサッカーの練習をしてこようと思います。見ますこれ、うん、あ、これハロかな。あ、本当ですか。あ、シュバインシュタイガーいますよ、それは。ルーニー。ああ、そっか、うん、これだからちょっと前まで、あ、これ2007のアルティドール。ああ、アメリカで。